河本ひろとさんのカリスマ性はすごいですね。音楽はもちろん、髪型や愛用しているものまで、多くの方の注目が集まっています。そんな河本さんの私服ファッションなどについてお伝えします。第一章、河本ひろとの髪型が坊主だった理由。河本ひろとさんは、1987年に、ザ・ブルーハーツとしてデビューした時、坊主にしていました。坊主というと高校球児のようですが、ひろとさんの場合はイギリスのパンクロッカーたちがしていたスキンヘッドの方のイメージでしょう。1970年代後半から80年代後半にかけて、イギリスのパンクロックカルチャーではスキンズと呼ばれるようなスキンヘッドにした中流階級の若者がパンクシーンを盛り上げていました。そのシーンの真ん中にいたのはセックスピストルズでした。厳密にはスキンヘッドと呼ぶには少し髪は長いですが、かっこいい短髪のイメージを浸透させました。ひろとさんは日本にはまだそこまで浸透していなかったイギリスのパンクファッションをいち早く取り入れていました。ライブ中に服を脱いだり奇妙な動きをしたりといったところにも影響が見えますね。また左腕に赤い腕章をしているのは左翼的な反体制な思想を示すものですが、そういったものもファッションとして取り入れていました。セブルフーツにそういった思想が本当にあったかどうかは分かりませんが、1980年代後半の日本の若者には非常に新鮮に受け入れられました。1995年に解散するまでザ・ブルーハーツのメンバーの一員としている間はひろとさんは単発で居続けました。それほどザ・ブルーハーツはパンクロックを意識していたバンドだったのでしょう。イメージとは裏腹に実はかなりコンセプチュアルなバンドだったのだと思われます。セブルフーツ解散後にデビューした支配ローズになってからは髪を伸ばしたり坊主頭にこだわっている様子はありません。それは楽曲の内容にも明らかに現れています。世の中への強いメッセージを歌っていたセブルフーツに対し、それ以降のひろとさんの組んでいるバンドではひろとさんや真島さんが面白いと思ったことについての歌が中心です。ファッション的に見ると非常に小顔のひろとさんには坊主頭が非常に似合っていました。デビュー当初は黒髪の坊主、それから金髪の坊主になったり、サイドをより刈り上げて2ブロックのような坊主、そして坊主が伸びかけたようなルーズな髪型の時もありました。どのスタイルも令和の現代に見ても全く時代を感じさせないかっこよさがありますね。それはひろとさんのカリスマ性のなせる技ではないでしょうか。第2章、愛用の帽子は種類が豊富。河本ひろとさんはステージではあまり帽子は被らない印象ですが、インタビューの時などはよく帽子を着用しています。かなりいろんな種類の帽子をお持ちのようですが、これといった決まったブランドがあるわけではないようです。形もキャップやキャスケット、ハンチングやニット帽などいろいろな帽子を被られています。ひろとさんが作詞作曲をした支配ローズの恋のダイナマイトダンスという楽曲の歌詞に、心はまるで帽子、毎日どれか一つという一節があります。非常に素敵な表現だと思いますが、その歌詞のようにひろとさんは毎日いろんな帽子をかぶりたいと思っておられるのではないでしょうか。第3章、私服ファッションはいつもジーンズ着用。河本ひろとさんはステージ衣装と私服ファッションにほとんど差がありません。ステージと同じように私服でもジーンズを着用されることが多いようです。ひろとさんの着用するジーンズの特徴はとにかくスキニーです。ひろとさんはかなり足が細く、そこにスキニージーンズを着用するため非常に線が細く見えてスタイリッシュに見えます。ひろとさんが愛用しているのはグリフトというブランドのジーンズです。クローゼットの服の 90% 以上がグリフトのものというぐらい、ひろとさんはグリフトの大ファンでジーンズも何着も持っているそうです。ひろとさんのように着こなそうと思うとかなり痩せ型でないと難しいと思いますが、多くのロックファンの方々は真似したいと思っているようです。これからも音楽やファッションで
かっこいい姿をずっと見せていてほしいですね。